はい、キヌです。今、元カノカッコ仮と今カノと僕パート5を撮っていこうと思います。どうしても先に今カノが出てきますね。はい、それでは昨日はやけに長く感じた一日だった。一日でいろいろ起こりすぎたからかな。はい、ダイムが来たので先に開いていきましょう。今カノ、俺くん今日暇だったりする？今日は無理だけど何かあったのか。俺も毎日暇じゃないんです。俺も毎日暇じゃないんですにしときましょう。めっちゃ上がったじゃないですか。全然ダメですね。それは俺の心境についても言える。俺くん何じっと見てるの、私が可愛すぎて見とれちゃったなんてね。元カノはすっかりいつも通りに戻っていた。見とれてたんだよ、今日も可愛いよ。へえ、俺くん素直な俺くんとか、へ、変なの。いつもどこか勝ち気で余裕ぶっている元カノが動揺を隠せていない。ふふふ、照れてるんだ俺くんの意地悪。いつも悪態ばっかりつくし、めんどくさそうだし、そっけないし、でも好きだから、好きだからこそ俺を追い詰めたのだと言いたいのだろうか。昨日の一件についてはあれからお互いに触れていない。触れない方がいいと思っているからだ。分かってるって、俺も好きだよ、本当に本当に。揺らいでいた感情がさらに揺るがされた。元カノも今カノも本当に、わー、もう俺くんが本当に素直すぎてなんか怖い。今日事故に遭うかも。縁起でもないこと言うなよ、お前の勘ってやったら当たるよね。そうなの、今日事故に遭ったら本当に困るの。何、今日出かける予定あるの？うん、俺くんに会える以上に楽しみにしてたの。なんだよそれ、ご機嫌だな。今嫉妬したでしょ、俺くん嫉妬させちゃったかも。うるさいうるさい、じゃあ俺はそろそろ帰るよ。ライブ開きましょう。無理なら大丈夫、急にごめんね。あー、うんか、うんはダメですね。こっちこそごめんねにしときましょうか。あ、下がりました、よかったよかった。ちょっと待てお兄さん、事故にあったら困るでしょ、そこは送っていくよとか言わないとダメだよ。なんだよ、一人で行けるだろう。エスコートよろしくね。しょうがないな、こうなったら何を言っても聞かないのは知っている。しぶしぶ付き添うことになり、元カノと出かけることになった。今日はまた買い物なの？この近くには元カノが大好きなブランド店ブラッディラビットがある。んどうしようかな、行くかも、でも後でかな。違うんだ、じゃあどこに？いいから早く。元カノに引っ張られるまま目的地へと向かった。元カノとやってきた場所は喫茶店だった。ここね、最近できたお店で来てみたかったの。へえ、そうなんだ。で、ここが俺に会うより楽しみだったってこと？ぐるっと店内を見渡しても特別変わった喫茶店というわけでもなさそうだ。うん、違うの、実はね、今日なんか嫌な予感が、嫌な予感が。クロウサギさん？はい、クロウサギです。ふう、白猫よ、今日はよろしくね。はーい、来ました来ました。はい、ですよね、なんかそんな感じしてました。これどうするんですかね。はい、どうするんですかね。元カノの勘は当たる、本当に事故にあった。おー、大事故ですよ、もうこれは。今カノとバッチリ視線が交わった。これはやばいですよ、どうするんですか。なんで、どうして今カノが元カノと、急すぎる展開に頭が追いつかない。うわ、選択肢多いな。このドキドキする音がこう緊張感を煽りますね。店を出るか一旦トイレへ向かう。店を出ましょうかね。無理だ、無理無理無理、俺はもう限界だよ、1秒でも早く逃げ出したい。そう思った時には店から飛び出していた。俺くん、
後ろから元カノが呼び止める声を振り切って走り続けた。顔を見ることができなかった。ごめん元カノ、ごめん今カノ。はいはい。その後俺は学校にも行かず自宅に引きこもるようになった。大量の着信とライム通知が来ていたが怖くて見ることができなかった。これはどういう終わりなんでしょうか。終わりですね。バッドエンドです。それでは一旦カットしましょう。はい、選択肢に戻ってきたんですが、前回店を出るか一旦トイレへ向かうっていう選択肢がこういいかなと思ったんで一旦トイレへ向かってみましょう。ダメそうですが落ち着け。冷静に考えれば何らかの策があるはずだ。ごめんちょっとトイレに。何もごめんね白猫さん。いいのよ今日は楽しみにしていたわ。改めてダメだダメだ、何も言い訳が思いつかない。俺がトイレに逃げてもう10分以上は経過しただろうか。冷静になったつもりで策を考えてみたものの頭は真っ白のままだった。しかしずっとここにいるわけにもいかない。重い足取りで戻るとそこに会話はなく、ただ沈黙している二人がいた。なんと声をかけていいのかわからない。あ、うん、俺くん。先に沈黙を破ったのは今カノだった。今日ここでは誰も笑顔になれそうにないわ。その一言で分かってしまった。すべて崩壊したのだと。私はあなたと友人までも失うことになるのね。そう言って今カノは席を立って静かに去っていった。なんで？なんでこうなるの？友達って思ってたのに友達じゃない。友達じゃない私に近づいて俺くんを、俺くんも許さない。昨日のは何だったの俺くん。ひどい、許さない。二人ともグルなんだ。一緒に私をこんなに面に。元カノは錯乱状態に陥り俺につかみかかってくる。うっく、もういらない。頭を何かで、はい、殴られその場に倒れた。元カノは周りから取り押さえられ、俺は気絶するだけで済んだ。選択を誤ったばかりに元カノも今カノも失ってしまった。トイレに逃げるはやっぱダメなんですね。トイレに逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。はい、それではカットしましょう。はい、もう何を選んでも無駄そうなんですが、とりあえず今からね挨拶しておきましょう。挨拶は礼儀ですからね。かといってここで席を立つのは不自然だ。できるだけ笑顔を作って今からに声をかけた。いや、あ、こんにちは。あ、あら、こんにちは。その後に続く言葉がまるで浮かばない。ダメだ、終わった。え、突然の着信音。全員の視線が元カノの携帯に向けられる。とごめんちょっと外すね。とりあえず元カノが俺の肩をトントンと叩いた。白猫さんに私たちの説明しておくんだよ。そう言って元カノは足早に店内のトイレへと行ってしまった。着信音に救われた。誰かはわからないが救世主に違いない。ありがとうありがとう。喜びもつかの間、再び今カノと俺の視線が交わる。二人が知り合いだったなんて、どうしてここに。どっちにしときましょうかね。上にしときましょうか。平然を装いできるだけ自然に。まさか二人が知り合いだったなんて、世間は狭いな。そうね、聞きたいことはお互いあると思うけれど、私から説明するわ。私と彼女クロウサギさんとは今日ここで会う約束をしていたの。にぬくせのコミュニティで知り合ったのがきっかけよ。嫁ね。ブラッディラビットっていうアクセサリーブランドのファンが集まるインターネット上のコミュニティなんだけれど。へえ、そのブランドが好きなんだね。ああ、これで合点がいった。あの時ブラッディラビットにいたのは今カノもあれが好きだったからなのか。ちょっと今カノのイメージと違って驚いた。見かけによらないんだな。なんでライムが来るんだよ。おかしいだろう、トイレからかよ。もう
もう少しかかるから場をつないでおいて。頑張ってみるよにしときましょう。これ疑惑度下がりますよね。ですよね。でもだいぶ可愛らしいデザインでほとんど身につけることはないのだけれど、少し照れたように笑う今かの黒うさぎさん、彼女は私なんか話にならないくらい愛好家よ。存じております。本当にアクセサリーは繊細なきっかけだった、些細なきっかけだったの。趣味の話よりプライベートなお話で意気投合したの。恋愛相談や過去の失恋、いろいろ聞いてもらったし聞かせてもらったわ。これはやばい感じがしますね。白猫さんに変なことしないでよね。どうしてそうなるんだよにしときましょう。あ、おー、上がっちゃった。なんでだよ。それも全部直接ではなくメールでね。今日までずっとメル友だったってわけ。じゃあ今日が初顔合わせってことだよな。ええ、そうね。ただでさえ緊張していたのに俺くんがいてもう混乱しちゃったわ。混乱してるのは俺の方だ。今この場から消え去れるのはであれば消えたい、消えたい。私の経緯は以上よ。俺くんはどうしてここに来た。この先この場にいる限りこの質問は避けては通れないだろう。正直に真実を告げたらダメでしょう。妹っていうのもちょっと無理がある。急激な腹痛も無理がありますよね。もうここは誠実に。本当でいい、本当にいいですか。まあ正直に真実を告げましょう。この質問に嘘ついてどうなる。何を言ってもこの場しのぎにしかならない。彼女たちとの未来を考えるなら正直に伝えるしかないだろう。悪い。何、いきなり。俺は二股をしている。おお、そう、二股、その一言で全てを察したらしい。でもお前を失いたくなくって、俺は正直に。そこまで言いかけて元カノが戻ってきた。ああ、お待たせって、あれ、空気がよどんでるよ。私はあなたと友人までも失うことになるのね。どういうこと。そう言って今カノは席を立って静かに去っていった。あら、俺は元カノに全てを正直に話した。なんで、なんでこうなるの。友達って思ってたのに友達じゃない。同じパターンですね。はい、同じですね。はい、同じですね。もう言い訳の素質がないです。本当にないです。もうストレートにこう言ってですね。はい、もうこうなるってことはそういうことですよね。はい、それではカットしましょう。はい、選択肢の地点まで戻ってきたのでここからやっていこうと思います。まあ勘のいい今加納さんになんか下手な嘘をついたところでとは思うんですが、まあ一番上がダメだったので妹の付き添いできたんだにしてみましょう。どうなる。ここで洗いざらい吐いてしまえば楽だ。すごく気持ちが楽になるだろう。当然関係は崩壊する。だが俺は目の前の大切な人と笑い合っていたい。解放されたい、逃げたい、そんな負の感情よりも不安や危険を背負ってでも俺は彼女を失いたくない。もう突き進むしかないんだ。今からの目を見据えて覚悟を決めた。俺くん、どうしたの、急に真面目な顔して。俺が今日ここにいるのは妹の付き添いなんだ。本当に驚いたわ。そういえば俺くんのご家族のこと聞いてなかったわね。ああ、あいつはわがままで甘えん坊で俺にべったりなんだよな。そうなの、まさか黒うさぎさんのお兄さんが俺くんだったなんて。今日のことは聞かされてなくて送り迎えだけのつもりだったんだけどね。妹思いなのね、仲のいい兄弟って羨ましいわ。これも縁ね、夫婦、私たちは会うべくして会ったのかもしれないわ。今カノはとりあえず信じてくれたようだ。正直この嘘、いつまでも突き通せるとは思えない。それでも俺は今を選んだ。振り返るな、進め進め。進むしかないですよね。そうしてここまでの経緯を話し終えた頃、携帯を手にした元カノが小走りで戻ってきた。来て早々ごめんね白猫さん、もうタイミング悪いっての。あくまで私は悪くないと主張しているつもりらしい。はいはい、座った座った。椅子の上を叩いて座るように促す。お帰りなさい、そんなに待ってないわよ。彼と黒うさぎさんのことを聞いていたの。
あ、ちゃんと説明してくれたんだね、えらいえらい。黒崎さんとても大切にされてるのね、ふふ。そうかな、今日だってしぶしぶ送ってくれたって感じだよ。出かけるとしか言わなかっただろ、買い物に付き合わされると思ったんだよ。あら、買い物くらい付き合ってあげたらいいじゃない。そうだよ、もうケチンボなんだから。で、今日は白猫さんと話すために来たんだから、すっこんでて。なんだよ、連れてきておいて、それはないだろう。今自然に会話できているだろうか。元カノには大丈夫、疑われてはいないはずだ。早くこの場を切り上げないと。こうやって会えて嬉しいよ、白猫さん。思った通りの素敵なお姉さんだよね、俺くん。え、なんでここで俺に振るんだよ、すっこんでてって言ったじゃないか。二人とも素敵だよにしときましょうか。二人とも素敵だよ。はあ、何言ってんの、私のことは聞いてないもん。この流れで褒められるとは思わなかったのだろう。悪態をつきつつも元カノは動揺している。そうだ、ここは元カノのペースに巻き込まれちゃダメだ。ちょっと見てるこっちが恥ずかしいわよ。本当に仲がいいのね、羨ましいわ。違うの、もう一緒に来なければよかった。調子狂うでしょ、俺くん。もう帰っていいよ。はい、エスコート終了。来た。きっと元カノの照れ隠しだろうが、このタイミングを逃せば次はいつ抜け出せるか。はいはい、邪魔者は消えますよにしときましょうか。はいはい、そんじゃそろそろ邪魔者は消えますよ。そんな邪魔とかは言ってないじゃん、私を困らせるから。まあまあ落ち着いて、二人とも。私人見知りな方だから、二人きりだと緊張して話せなかったかもしれないわ。そう、白猫さんがそうならいいんだけど、実は私もドキドキして、いざネット上で知り合った人と会うと思うと緊張してて、付き添いがいるって言わなくて、そのごめんね。珍しい、こんなに素直な元カノは。友達が少ない元カノにとって本当に気を許せる貴重な存在なんだろう。いいえ、こんな物騒な世の中だもの、こういう時にこそ信頼できる男の人を頼らなくちゃ。それにお互い緊張もほぐれてきたしね、俺くんのおかげよ。まあ確かにそうかも。そんな俺は何も。ありがとう、俺くん。二人が同時に微笑んだ。この瞬間だけはこの状況を忘れてしまうほどに見惚れる笑顔だった。今日は会ってくれてありがとう、白猫さんと俺くんも。俺はついでかよ。まあ二人がいい感じに話せてよかったよ。まあね、本当は女の子同士込み入った話もしたかったんだけど、連れてきたのは私だし。あー、なんかちょっとこれいい感じを装って嫌な予感がするんですが。本当だよ、とんでもない目にあったよ。いいじゃない、ガールズトークはいつでもできるわ。今日は黒うさぎさんに会うこと、それが目的だったのだから。わ、やっぱり白猫さんは心が広いっていうか、素敵なお姉さんだな。ふふ、あなたも思った通りの可愛い女の子だったわ、黒うさぎさん。まさかこれハッピーエンドですか。元カノと今カノが笑い合っている。奇妙な光景に見えているのは俺だけか。あら、もうこんなに経ったのね。今カノの声に一同が時計に視線を送る。到着してから3時間は経とうとしていた。あっという間だね。もっとお話ししていたいけれど、今日はこの辺りでお開きにしましょうか。ああそうだな、二人とも楽しかったよ。結局最後まで俺くんいたしね。あははは、はなんだよ、別にいいだろう。あー、本当に嫌な予感。またぜひ3人で会いましょう。いやいや、勘弁してください。いや、次は白猫さんと二人きりがいいかも。ガールズトークなの。いや、俺が共通の知り合いになった以上、二人で会われる方がずっと怖い。今日は来てよかったのかもしれないな。まあまあ、また先のことはこれから考えましょう。そうだ、先のことはその時に考えよう。先のことばかり考えてても始まらない。そうだな。何か言ったかしら。いや、なんでもない、なんでもない。変なのはいつもだったね。いいから、ほら帰るぞ。もうせっかちだし、じゃあ、白猫さんまたね。二人とも気をつけて帰ってね。あ、切り抜けたようですね。そうして俺たちは喫茶店を出て解散した。悪夢のような一日を乗り越えた。あ、俺くん、後で連絡するわね。あ、嘘だろ。いや、これは。私がいないとき連絡先交換したんだね。ああそうだよ。じゃあ後で消しといてね。悪夢を乗り越えたと思っていたのに。これからどうしようかな。ね、俺くん、このまま帰るの？ああそうだ、これからが。
で、これからどうするの？え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 ？これ。ね、これからどうするの？はい。え？どういうこと？あの出来事から一つの答えにたどり着いた。俺は今日。おお、選択肢ですか。今可能選びます。これいいよね。好きな方でいいよね。あ、これで連絡するって感じですか。 LINE を起動し元カノにメッセージを送る。あ、なんでだよなんでだよ、おいおいおい、ふざけんなよ。うわ、なんだよ、見てたの。たまたま開いてただけだよ。会うんでしょ。 OK だよ。じゃあこの前の喫茶店で。いやいやいや、今頃に会いたかったんですけど。うん、ミスりましたね。それではパート、5ですかね。5はこの辺で終わりにして、パート6、今頃から開始したいと思います。はい、それではまたお会いいたしましょう。では。